Galaxy Note 10は、サムスン電子が設計、開発、製造、発表、発売したスマートフォンである。Galaxy Note 9の後継モデルとして2019年8月7日にニューヨークで開催された Galaxy UNPACKED 2019にて発表された。Galaxy Note 10とその大型高機能モデルとなる Galaxy Note 10の2機種に加え、第5世代移動通信システムに対応した Galaxy Note 15G、Galaxy Note 15G がある。Galaxy Note 10、Note 10、Galaxy Note 10、Note 10、ディスプレイ Galaxy S10 シリーズに引き続き、エッジのある有機Lディスプレイであるダイナミックアモレッドを搭載。ダイナミックトーンマッピング機能が追加された HDR10 に対応する。また、インカメラがディスプレイ内にパンチホールとして存在する Infinity-O ディスプレイとなっている。超音波式指紋認証スキャナーは画面下に配置され、画面上で指が触れることでロックを解除する。デザインテーマは The Power is in Your Hands。Galaxy Note シリーズでは初めての2モデル展開となった。ディスプレイは極限まで全画面に近づけた Infinity-O ディスプレイを搭載。アウトカメラは Galaxy のフラグシップシリーズでは伝統的だった中央から左上へと移動した。キービジュアルやカラーは光や水をイメージ。メインカラーとなっているオーラグローは向きによって様々な色に見えるとされている。他にも Note 10ではオーラブラック、オーラホワイト、オーラピンク、オーラレッド、Note 10ではオーラブラック、オーラホワイト、オーラブルーのカラーが用意されている。カラーバリエーションについてはカラーバリエーションも参照。電源キーと Bixby キーが統合され左側に移動した。カメラノート10シリーズすべてで 12MP の広角レンズと 12MP の望遠レンズ、16MP の超広角レンズを搭載しており、ノート10、ノート 15G には深度測定用のToFカメラが追加されている。これにより、拡張現実や 3D 機能の向上が図られ、景色の中に自由に落書きができる AR ドゥードル、物や人をスキャンすることで 3D にデータ化できる。3D スキャナー、画面上で物の長さを測定するクイック測定などの機能が使用できる。背景ボケ機能は動画でも使用できるようになり、動画内に映る被写体の背景をぼかすことができる。また、動画をズームしながら撮影すると、周囲の音をコントロールし、ズームした部分で流れている音だけを捉えることができる、ズームインマイク機能も備える。その他にも、スーパー手ブレ補正機能により、動画撮影時の手ブレ補正がより強化された。シーン判別機能、解握り解機構なども引き続き利用可能。また、インカメラは 10MP の画面上カメラを備える。カメラソフトウェアには、ユーザーを支援する新しいショット提案機能、アーティスティックライブフィルター、及びインスタグラムの投稿やストーリーに直接、投稿する機能などが追加された。また、アウトカメラ、インカメラともに 4K60fps ビデオ録画と HDR10 をサポートしている。Sペンは従来の Bluetooth を利用したリモコン操作に加え、手でペンを回したり、左右にフリックしたりという簡単なジェスチャーでの遠隔操作ができるようになった。この機能はサードパーティアプリも対応することができる。さらに、Galaxy Notes アプリでは S ペンで書いた手書き文字をテキストに変換することができるようになった。その他、カメラの AR ドゥードル機能では S ペンを使った落書きもできる。音響スピーカーはサムスングループ傘下であるハーマンインターナショナルの音響ブランド AKG がチューニングしたステレオ構成。ドルビーアトモスに対応する。3.5mm イヤホンジャックは廃止となり、付属の AKG ブランドのイヤホンのコネクタには USB Type-C が採用されている。USB Type-C から 3.5mm イヤホンジャックへの変換ケーブルは付属しない。バッテリーNote 10とNote 15G は 3500mAh、Note 10とNote 15G は 4300mAh のバッテリーを搭載。さらにNote 10、Note 15G では 45W の超高速充電により30分の充電でおおよそ1日の使用が可能。また人工知能がバッテリーの使用時間や使用状況を分析しバッテリーを最適化するインテリジェントバッテリー機能も引き続き搭載する。ワイヤレス充電の地位に対応。ファーストワイヤレスチャージング 2.0 によって高速化されている。その他の地位に対応したスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどに給電できるワイヤレスパワーシェア機能も引き続き搭載する。ストレージとメモリ、冷却機能内部ストレージは最低 256GB、最大で 512GB となる。Note 10と Note 15G では最大 1TB までのマイクロ SD カードに対応している。RAM は最大 12GB。また、新たにベーパーチャンバー冷却システムにより快適なゲームプレイ等が可能。パソコンとの接続 Galaxy の PC 接続機能 DEX は Windows 搭載パソコン、または Mac と端末を接続させることでパソコンと同じような操作感を得られ、ドラッグ&ドロップでのデータ移行も簡単になる。また、Windows 搭載パソコンでは、DEX 以外にも、Microsoft のスマートフォン同期アプリによって、ワイヤレスで接続し、通知をパソコンで受け取ったり、データをスムーズに移動させることができる。その他、Galaxy Note 10シリーズのすべてのモデルに搭載される Sペンは IP68 の防水防塵に対応。セキュリティは、Android 標準セキュリティに加え、独自の NOX システムを搭載。ロック解除は、指紋認証、顔認証に対応。パスワード、ピン、パターンも利用できる。標準アシスタントである Bixby も引き続き搭載。Bixby に、すぐにアクセスできる物理ボタンである Bixby キーは廃止された。また、国際連合とのパートナーシップにより、持続可能な開発目標の達成に向けた専用アプリ Galaxy グローバルゴールズをリリースしている。このアプリではグローバル目標の統計や進捗状況をフォローしたり、目標ごとに広告視聴による寄付、または直接寄付することができる。初期標準搭載の OS は Google が開発する Android 9.0 Pie。Galaxy 独自のOne UI を備える。S ペンでの描画のカスタマイズ画面は UI を従来のものから一新している。Android 10ベースの One UI2 へのアップデートが可能。ほとんどの国と携帯電話キャリアでは Galaxy Note 10と Galaxy Note 10を展開している。また、すでに 5G サービスが開始された20カ国を超える国では Galaxy Note 15G が加えて展開されている。Galaxy Note 15G は韓国などのごく一部の地域で Galaxy Note 10、Note 10、Note 15G に加えて展開されている。また、Star Wars とのコラボレーションモデルである Galaxy Note 10、Star Wars Special Edition がアメリカ、オーストラリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、韓国、ノルウェー、ロシア、スペイン、スウェーデン、トルコ、UAE、イギリス、日本などの約14カ国でホリデーシーズンに合わせ展開されている。NTT ドコモ、KDDI、楽天モバイルからGalaxy Note 10のみが販売されている。Galaxy Note 10やその他 5G モデルの正式販売は行われていない。販売は NTT ドコモ、KDDI、楽天モバイルの公式オンラインショップ、直営店、家電量販店、Galaxy、原宿などで行われている。NTT ドコモは、オーラホワイトとオーラブラック、Galaxy Note 10、Star Wars Special Edition を販売。KDDI と楽天モバイルは、オーラグローとオーラブラックを販売。ありがとうございます。